はじめに、なぜあの人が空気が読めないのか。シャーロック、風立ちぬ、逃げ恥。この数年、ドラマや小説の主人公に発達障害、特にアスペルガー症候群を思わせる人物をよく見かける。例えば、名探偵シャーロック・ホームズを現代によみがえらせたと評判になった英国 BBC のドラマ「シャーロック」2010年放送開始はその代表例だ。シャーロック・ホームズはアスペルガー症候群なのだろうかという問いかけは、シャーロキアンやミステリファンでなくても関心をそそられる話題である。本文において詳しく述べるが、驚異的な記憶力や軽有で突飛な発想はサヴァン症候群などの発達障害に特徴的なものであり、この点はホームズにも当てはまっている。言うまでもなく、シャーロック・ホームズはサー・アーサー・コナン・ドイルのミステリーに登場する主人公の探偵である。ホームズの物語は世界中に広く知れ渡っており、そのパスティッシュも数多い。物語の中のホームズは天才的な観察眼と推理力を持ち、数々の難事件を解決に導く名探偵だ。ホームズはロンドンの中心部にあるベーカー街221番地 B のアパートで、友人であり相棒役のジョン・ H ・ワトソン医師と共同生活をしている。バイオリンとボクシングを好み、科学実験が趣味である。ホームズは傑出した面を数多く持っているが、いわゆる英国紳士であり、さほど奇妙な印象は見られない。彼の悪癖としてコカインやモルヒネに対する薬物依存が見られた。この当時、アヘンの吸引は法的に規制されていなかった。ロンドンの貧民街のあるイーストエンドには乱用者がアヘンを吸引するアヘン窟が多数存在していたが、一時はホームズもその常連であった。これまでシャーロック・ホームズは繰り返し映像化されている。ところが BBC のドラマ「シャーロック」は過去のものとは異色の内容であった。この作品は舞台が21世紀の現代であるということにまず驚かされるが、ベネディクト・カンバーバッチが演じたシャーロック・ホームズはエキセントリックさが強調されている点が出色であった。シャーロックの主人公は非常識な行動を頻繁に行い、他者に対する配慮に欠け、自らを高機能社会不適合者と自虐的に述べる青年である。貴族の邸宅での面談に裸同然で訪れることもあるし、他人をバカにした容赦のない言動が目立つ。一方でシャーロックの記憶力はずば抜けていて、世界各地の地理や歴史などに関して詳しい知識を持っており、これが犯罪捜査に有用となる。現代によみがえったシャーロックはまさに高機能のアスペルガー症候群そのものなのである。物語の中の賢者には二通りのパターンがある。第一に挙げられるのは賢い老人である。例えばトールキンのファンタジー指輪物語のメインキャラの一人である魔法使いのガンダルフである。長い顎ひげ、とんがり帽子に杖を手にしたガンダルフはその知恵と魔力で暗黒の力に戦いを挑む。他に例を挙げれば、映画スターウォーズに登場するヨーダも老賢者の風格を持っている。第二のパターンの賢者は少年である。物語の中には世の中のありとあらゆることを知り尽くした少年がしばしば登場する。例えばサリンジャーの小作品の主人公であるシーモア・グラスが挙げられる。彼は後に不可解な自殺を遂げるが、子供時代から神童だった。マーク・トゥエインの不思議な少年の主人公も邪悪な面を持つが、世界の何もかも知っている賢者であった。オリジナルのホームズは老賢者の風格を持っているが、カンバーバッチの演じたシャーロックには少年のイメージが近い。もちろんシャーロックは年齢的には成人であるが、彼は純粋で無垢であり、世間の常識に染まっていないからである。こうした特徴はまさに
アスペルガ症候群のイメージに一致している。日本の映像やドラマにおいてもアスペルガ症候群的な特質を好ましいものとして描いているケースを最近よく見かける。例えばジブリ映画風立ちぬの主人公である堀越二郎にはそのような特徴が濃厚である。主人公のモデルとなった実在の堀越はゼロ戦の設計者として高名であるが、過度に几帳面な面があるとともに、いわゆる空気が読めないところがあり、世間的な出世コースに乗れなかった。群馬県藤岡市に生まれた堀越は東京帝国大学工学部航空学科を首席で卒業し、その後現在の三菱重工に入社して航空機の設計にあたった。堀越は機体の美しさと機能を両立させることに強くこだわった。堀越はゼロ戦をはじめ多くの名高い戦闘機を完成させたが、対人関係はあまり得意でなく、発注元である軍部ともしばしばトラブルを起こした。エンジンが気に食わなかったので海軍の方針に反対してエンジンを変えさせたというエピソードも知られている。その時代、一技術者が軍に盾つくことなど考えられないことだった。彼はまた細かいこだわりが強く、メニューやレシートの類は全て捨てることなく保管し、布団は必ず部屋の壁と平行になるように敷くといったことも伝えられている。堀越の細かい生活歴までは明らかになっていないが、優秀な頭脳と飛び抜けた実績を持っているにもかかわらず、戦後にポストに恵まれなかったのは上記のような特性が関係していたように思える。2016年に大ヒットしたドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」TBS の主要登場人物である須崎平正もアスペルガー症候群の疑いが濃厚である。須崎はヒロインである森山みくりと契約結婚して同居するという設定であるが、高学歴で仕事の評価は高いにもかかわらず、とっつきにくく対人関係が苦手で、36歳になる今まで女性と交際したことは全くないという人物である。さらに彼は些細なことに対するこだわりが強い。次に示すのは津崎がみくりと2人で料理をしているシーンである。コミックス7巻津崎、ニンニクすりおろし一かけってチューブで言うと何センチですか。みくり、適当でいいですよ。みくりの答えに満足しない津崎はすぐにスマホで一かけについて調べる。須崎、メーカーの見解ではニンニクの場合1かけ約 5g で小さじ1杯、生姜の場合1かけ約 15g で大さじ1杯だそうです。フィクションの世界ではアスペルガー症候群など発達障害の人たちは少し変わったところがあるが、特定の分野においては驚異的な能力を発揮する天才タイプとして語られることが多い。もちろんこのような見方は一面的であり、現実社会で苦労している当事者や家族にとっては不必要に美化されていると感じられ、納得できない思いとなるのかもしれないけれども、別の見方をすれば一般の人にとってはアスペルガー症候群の持つ純粋さが魅力的に感じられていることが発達障害の流行につながっているようにも思える。自分も発達障害かもしれない症候群。現在発達障害という病名は非常にポピュラーなものとなり、一般の人にも広く浸透してきた。社会生活の中で空気が読めない、人の気持ちがわからないことによって周囲から発達障害だと指摘され、精神科を受診する人が増えている。長年連れ添った妻からずっとどこかおかしいと思っていたが発達障害に違いないと指摘されて病院に来る男性もたびたび見かける。発達障害に関して最もよく耳にするのはアスペルガー症候群という疾患名である。良い風潮とは思わないが、マスコミで発達障害を扱う頻度が増えるにつれて、昨今では対人関係が苦手な人をすぐにアスペと決めつける傾向も存在する。実はアスペルガー症候群という病名が世の中に広まったのは今世紀の初頭に起こった何件かの殺人事件がきっかけであった。詳細については本文で述べるが、動機や犯行手段が不可解で奇妙な少年犯罪について、弁護側が加害者はアスペルガー症候群であったと主張したことをきっかけに、この病名が市民権を得た。
つまり犯罪事件に関するセンセーショナルな報道によってアスペルガー症候群などの発達障害は世の中に知られたのであり、これはある意味発達障害に関する黒歴史なのかもしれない。それから10年以上が経過した現在、発達障害が正しく理解されているかというとかなりの疑問がある。多くの人が持っている発達障害のイメージとその実像にはかなりのズレが存在しているのだ。専門家である精神科医でさえ理解が不十分であることもたびたび見られる。それどころか発達障害の存在自体を否定する急兵な医師もいるほどだ。発達障害の専門外来を受診した当事者に聞いてみると、本人自身がインターネットなどの知識から自らを発達障害、特にアスペルガー症候群であると自己診断して受診するケースが最も多い。一方、家族や会社の同僚、上司あるいは産業医などから発達障害を疑われ病院への受診を指示された例も珍しくない。前述したように妻から強く勧められていやいや受診した男性のケースは多いが、逆に夫が妻に受診を促すケースは片付けられない、生活面でだらしないといった例が多い。もっとも受診者の中にはどうして病院に来ることになったのか疑問に思える例も少なからず見られる。空気が読めない、人の気持ちがわからないと指摘された人については、周囲の人たちの一方的な思い込みであることも多いし、生まれつきの性格ということもある。マスコミを含めた一般の人が思い浮かべる発達障害の姿と医学的な疾患の間にはかなりの距離が存在している。発達障害を正しく知るために、本書は成人における発達障害について一般の方を対象として、その具体的な概念や内容を知っていただくことを目的とした一冊である。さらには発達障害の当事者本人やその家族、また発達障害に関わりを持つことの多い教育や職場の担当者にも参考になる内容となっていると思う。前述したようにこの10年余り発達障害はマスコミでも頻繁に取り上げられ、一般の人もよく耳にするようになったにもかかわらず未だに誤解は多い。この点は医療関係者カウンセラーにおいても同様である。正しく発達障害の概念を把握しているのは精神科医でもごくわずかに過ぎない。これはなぜかというと、これまで医療や福祉で扱われてきた発達障害は比較的重症のものに限られていたからだ。現在問題となっている知的能力の高いアスペルガー症候群の人たちなどは、そもそも治療や援助の対象とみなされていなかった。さらに最近まで発達障害は児童期の疾患とみなされ、ほとんどが小児科で扱われてきたという歴史もある。このため成人を専門にしている医師やカウンセラーの大部分は発達障害の治療経験を持っていない。したがって彼らが発達障害について理解が不十分であるのも、まあ、ある意味仕方がない面もある。本書では成人期の発達障害の代表的な疾患であるアスペルガー症候群などの自閉症スペクトラム障害 ASD および注意欠如多動性障害 ADHD を主に扱っている。この2つの病名は本書で繰り返しテーマとしているので、発達障害についての初学者の人においてはこの ASD と ADHD という2つの病名を記憶してほしい。この2種類の発達障害は成人期における発達障害の大部分を占めているものであるが、両者は全く別物ではなく複雑に関連している。ちなみに疾患の頻度については一般の知名度とは異なり、 ASD よりもADHD がはるかに高い。発達障害についての大きな問題の一つは診断の不正確さである。これには過剰な診断と過小な診断と両方のケースがある。発達障害とは言えない人や他の精神疾患に罹患している人が発達障害と診断されていることは珍しいことではない。このような過剰診断の中で最も頻度の高いものは、対人関係や社会性の障害が見られるために半数アスペルガー症候群の診断を受けているケースである。けれども対人関係についての問題は発達障害に固有のものではない。統合失調症や対人恐怖症、社交不安障害、あるいはうつ病など精神疾患においても対人関係の障害は頻繁に見られるし、実は健常者においても珍しくはない。つまり対人関係の障害という所見のみで発達障害という診断をすることは明らかに行き過ぎであり、
変わり者や風変わりな行動をとる人を即発達障害と決めつける風潮には注意する必要がある。逆に過小診断もしばしば見られる。うつ病など他の精神疾患と誤診されている場合や発達障害の存在を見逃され全く問題がないとされるケースも珍しくない。詳細については本書で述べるが、長期にわたり統合失調症やうつ病などの診断で治療を受けているケースにおいて ADHD などの発達障害がベースに存在している例は稀ではない。古典的な自閉症や知的障害、精神遅滞などの疾患は生涯を通じて症状が継続することは認識されている。だが今日のアスペルガー症候群や ADHD にあたる軽症例については小児期に多少の不適応症状を示しても成人期に至ると症状は軽快するか医学的には問題にならない程度に改善するとみなされていた。ところが1990年代以降このような考え方には変化が見られてきている。発達障害の多くはたとえ症状が軽症であったとしても成人以降も症状が持続し実生活における障害をもたらしている比率が高いことが明らかになってきたのである。アスペルガー症候群など自閉症スペクトラム障害 ASD と呼ばれる一群では対人関係社会性の問題が基本にあり成人期において当たり前の社会生活が困難となることがよく見られる。 ADHD においては多動症状は改善する場合が多いが不注意集中力の障害は持続して見られ就労の現場でケアレスミスを繰り返しパフォーマンスの低下をきたすことが稀ではない。本書においては発達障害の概念とその歴史を振り返るとともに発達障害を持つ当事者の実生活における諸問題を取り上げその解決方法について検討を加える内容とした。また今後の発達障害に関する行政や医療の課題と目標についても議論を行った。終わりに発達障害とどう向き合うか。発達障害を見逃されてきたケース。最近印象に残った患者さんがいる。 N さんという10代の女性である。彼女はある私立大学の学生だった。初めて外来を受診した時に N さんはめまい、ふらつきなどでかかりつけ医にかかっていましたが専門医ではないため紹介状を書いていただき LINE しましたと落ち着いた様子で述べた。彼女は近所の内科医に通院していた。通院先の紹介状には不安障害疑いという病名が記されていた。不安障害とはパニック障害、不安精神症、対人恐怖症などの総称である。主治医からの紹介状にはこう書かれていた。8月に入ってから睡眠と食事が乱れるようになり、全身倦怠感と呼吸困難も自覚するようになりました。13日、過換気が認められ、点滴にて症状が軽快していきました。家族と本人から家族内のことでストレスがあるとのことです。N さんの入学した大学は有名大学ではあったが、第一志望ではなかった。彼女は多少不本意ではありつつも気持ちを入れ替えて新しい生活に積極的に取り組んだ。4月のオリエンテーションでは何人か友人ができた。ボランティアのサークルに入るとともにアルバイトも始めかなり多忙な毎日だった。本人としては充実した日々を過ごしていたが、入学して2ヶ月目頃より新しくできた友人から冷たい態度を取られることが多くなった。N さんには思い当たる原因はなかったにもかかわらずクラスの中で孤立するようになる。彼女は大学に行くことが辛くなり次第に休みがちになった。体調の悪い日が続く中過呼吸の発作が起こり前述した内科を受診した。そこで抗不安薬の投与を受けたがなかなか安定しなかったために精神科に紹介された。だが N さんは不安障害の患者らしくはなかった。というのは過呼吸の発作は見られているが発作は1回のみで繰り返すことはなかったからである。ただ感情面での不安定さと体調の悪さは続いていた。率直な話しぶりで性格の偏りは見られず大学での不適応の原因ははっきりしなかった。同伴した母親に聞くと高校生の時にも同じようなエピソードがあったという。学園祭の実行委員として多忙な毎日を過ごす中オーバーワークで自分を追い込みすぎひどく落ち込んだ状態となり自殺を口にしたため精神科を受診した。
今回も同じようなパターンだった N さんは、大学入学後のオーバーワークがきっかけで体調を崩して不適応となっていた。このような生活の破綻の仕方は、過剰集中から不適応を繰り返す ADHD の人によく見られる。そこで筆者は N さんの症状のベースに ADHD が存在しているのではないかと考え、彼女の生育歴について聞いてみた。母親によれば、 N さんは子供の頃から不注意で物忘れが多く、物をなくすことが頻繁にあった。また片付けが苦手でいつも落ち着かなかった。対人関係は苦手ではないが、友達関係が長続きせずに急に破綻することが何度かあった。このような経過から N さんには ADHD が見られると考えられた。この点について説明すると、本人は納得して安心したような表情を浮かべた。自分でもどこか他の人とは違う変わったところがあると思っていましたと彼女は述べた。その後の N さんは、 ADHD の特性を理解することによって自分の生活をコントロールすることが可能となり、まずまず順調な大学生活を送っている。発達障害を確認することの大切さ。前項に示したケースは ADHD が基本的な疾患であった。同様に ASD においても、なかなか診断がつかずに適切な治療やアドバイスを得られない場合が少なくない。あるいは他の病名と診断されて、そのまま長期にわたって症状が慢性化しているケースも存在している。そこでここでは、発達障害に対する対応の仕方や病院や相談機関の利用方法について気がついた点を話してみたい。幼児から思春期の前半までの発達障害を扱っているのは、小児科の一部と児童精神科である。児童相談所の他にも公営の相談施設を設ける自治体も増加している。小児の発達障害を診療する病院やクリニックは十分とは言えないが、各地域に一定数は存在している。本書では成人期の発達障害を中心に述べてきたが、児童期に ADHD や ASD の症状を示しても軽症で問題行動が見られない場合は見逃されていることが多い。きちんとした調査はこれからであるが、かなりの割合の発達障害が小児期においては見逃されている。例えば ADHD で不注意症状を示す児童でも、授業中に立ち歩く、他の子どもと頻繁に喧嘩をするなどの他人に迷惑をかける行動がなければ教師は注意をしない。 ASD においては、他の子どもとの交流が少なく孤立傾向が見られても、学習面で遅れがなければ単におとなしい子どもとして扱われているケースが大部分である。児童期の発達障害に対する親の態度は様々である。我が子の症状について詳しく調べ、病院などに相談して積極的に治療や養育を望む人がいる一方、逆に発達障害の存在そのものを否定してかかり、教師や医師の説明に耳を傾けない人も見かける。自分の家計に障害者が出ることなどありえないと反論する親もいた。そこまで堅くなでなくても、症状が軽症の際にはなかなか発達障害という考えに至らないようだ。単に落ち着きのない子ども、あるいはおとなしく人付き合いが苦手な子どもとみなして納得していることもよく見られる。しかし、親が発達障害をきちんと確認できているかどうかは、養育態度という面で決定的な違いを生む。子どもの状態を症状によるものと考えるか、あるいは気持ちの持ち方次第のものとみなすかで、子どもに対する評価が大きく変わるからである。発達障害について認識していない親は、不必要に子どもを叱責しかねない。このような意味で早期の発見は重要であろう。いずれにしても、子どもに対する親の態度は子どもの精神状態に与える影響が大きい。発達障害の認識がない場合においても、基本的な生活習慣はしっかり身につけさせる必要はあるが、親が本人の症状を受容して咎め立てすることなく寛容に接することは子どもの成長にとって重要である。児童期においてADHD で多動や衝動性が強い場合には、投薬を行うという選択肢が存在している。
投薬を行う場合においても ADHD という疾患について十分に理解することが生活面における改善には必要である。また現在のところ ASD には特効薬的な薬物は存在していない。衝動的な行動が激しい場合、抗精神病薬などを投与することは行われているが、薬物療法の前提としては障害や特性に対する十分な理解が重要であるのは言うまでもない。成人になるとほとんどの場合は本人が希望して専門外来への受診に至っている。専門外来を受診する以前にいくつかの精神科クリニックなどに通院していたり、大学生であるならば学生相談室などに通っている場合が多い。ただ問題は現時点において成人期の発達障害を扱っている医療施設がかなり少ないことである。児童精神科の門戸も狭いが、成人期を扱う診療施設はさらに数少ない。病院に行ってもうちは専門ではないので発達障害は見られないと断られたという話をよく耳にする。この点については医療機関や行政の地道な努力が必要である。より問題が大きいのは、前述したように発達障害を見逃されて他の精神疾患として長年の治療を受けてきたケースである。この問題は複雑な側面を持っている。 ADHD も ASD もうつ病などの他の疾患を併発しやすいことに加え、他の疾患との症状面での重なりが大きいため、両者の関係を正しく評価することは必ずしも容易ではない。最近経験したケースであるが、40代の男性 H さんは長年にわたり精神分析を専門とする医師の診療を受けてきた。この医師はマスコミにもしばしば登場して社会的な問題にコメントすることも多く、彼の両親は引きこもり状態の息子を連れてこの医師の外来を受診していた。だが結果は散々だった。その医師は H さんの発達障害を見抜くことができずに、病気ではないただの甘えだと一括した。本人の受診はしばらくして中断したが、諦めきれない両親はその医師に相談を続けた。甘えを厳しく指導するようにと指摘された両親は H さんと対立を続け、その後10年余り家庭内に争いが絶えなかった。ある時期から H さんは自分は発達障害ではないかと思い医師に食い下がった。だが全く聞いてもらえなかったという。その後彼は自ら筆者の専門外来を受診し、正しい診断がついた。間もなく投薬の内容を変更して安定した精神状態を続けることができるようになった。最近では両親との仲も改善し、一緒に旅行にも行くようになっている。実はこの H さんと同様のケースは稀ではない。うつ病や統合失調症、あるいはパーソナリティ障害と診断され、発達障害を見過ごされているケースが多々ある。医療者側も当事者も長年にわたり治療を行っているにもかかわらず、症状が慢性化してなかなか改善が見られない場合、一度は発達障害の可能性を検討すべきである。